対戦相手が中国の、シュウ・イエン選手ということなんですが、何か対策といったり抱負といったりそういったものってあるのでしょうか。まあ僕が目指しているのは K1 におけるアニメ不況の、K1 においてまあ世界中にアニメを広めるというアニメ不況を行っているんですが、確か地球上には約68億人がいるわけで、その中国が確か約13億人ちょいなはずなんですね。ということは世界の5分の1じゃないですか。でもしそこで、まあ、仮に今回、まあ、中国人相手に、まあ、いい勝ち方できたら、もう全世界の5分の1はアニメ普及できてるということに今なりますよね。まあ、つまり何が言いたいかって、まあ、今回のコンセプトなんですけど、まあ、今中国一人っ子政策というものが推し進められていますが、僕はアニメっ子政策というコンセプトをもとに今回の K1 頑張ろうかなと思います。他の3選手にですね、対戦相手についての印象と、まあ、その相手に対してどんな対策を考えてこれから練習していこうと考えているのか、まあ、教えてください。ではまず渡辺和久選手からお願いします。何でしたっけ質問。ちょっとこれをずっとやりたくて。でもこれ質問の振りが。対戦相手の印象や対策と。印象は試合終わ僕のちょうど試合の時に僕の試合前にやってて、まあその時は分からなかったですけど、まあいろいろ見たりして、まあそうですね。キックのことは全く分かんないけど、まあ。パンチもそこそこできてるし、まあ、だけどそんなに強いとは思わないし、まあどうでしょう、やっぱり俺の求められてるのはパンチで倒すっていうのがみんな見たいと思うんで、はい、もう本当それだけですよね。パンチで倒す練習をして真面目にやります。はい、ありがとうございます。では日向選手はいかがでしょうか。ザミリス選手は僕が、まあ、マックスを高校生中学生の時に見てる時からテレビで出てる選手で、そうやってテレビであすっげえ強い選手だなっていう見てる選手ととうとう自分がやるとこまで来たっていう、まあ嬉しい反面怖い反面、やれるだけ自分の力がどこまで通用するかやってみます。ありがとうございます。では小比類巻選手お願いします。今までドラゴン選手を見てきて、自分が戦った時に、倒せる穴が3つあって、蹴りで2つ、パンチで1つ、それを、早い段階に決めていきたいなと思ってます。今日のコスプレのキャラクターと、ポイントを教えていただければ嬉しいです。今日はですね、まあ、乳酸菌取ってるということでローゼンメイデンの水銀糖ですね、まあ、なんでこのコスプレを選んだかと言いますと、まあ、自分が水銀糖員なんで、まあ、仕方ないなと思います。で、まあ、ポイントはですね、何でしょう、このポツンポツンとついてる足にもねついてるお花なんですが、まあこういうとこもちゃんとできてるよと見てほしいなと思います。これと足にもついてるんですよ、足にも、ね、まあそんな感じですかね。まあどんな試合でどんなインパクトを残したいと考えてますか。なんだっけ質問、ちょっと待ってインパクト、はいはいはい、まあ60キロとかあんまり、それはただ今の俺のね、その体のたまたま階級であるだけだから別に関係ないんですけど、要は俺の試合を見て、まあ、楽しんでもらって、でまた見たいなって思えるような試合をするだけです。
はい、別にね100キロの人と別に戦ってもいいし、たまたま60キロで、うん、別にね、なんか俺本当は俺もマサトさんってやりたいですけど、ダメですか？ダメらしいです調子乗りすぎだし。